降りてきました。ここが仁田山峠ですかね。え、竹寺入り口から竹寺と大仁田山に登っていきたいと思います。黄色いキノコです。こちら鉄塔の脇を通っていきます。もやがかかっていて幻想的なのはいいんですが、湿度が多いので汗が吹き出してきて大変です。あまりにも蒸し暑くて何回も水分補給しちゃいます。大変です。すごい木です。雷に当たったのか自然に朽ちたのか分かりませんが、もう土台がこのように裂かれてるので時間の問題で倒れるんでしょうね。危ないですね。それでは竹寺へ向かいたいと思います。こちらにはこんぴら権現様がいらっしゃるようです。竹寺へは近くの道は通ってたのですが、いつも寄ることがなく行ったことがないので楽しみです。この黒いものは何かなと思って上を見たら木の周りの皮が剥がれてますね。黒くなって脱皮みたいな。初めて見ました。竹寺のあたりに着いたようです。竹寺海抜490mになります。血の輪ですね。とても大きいです。初めてこういうの見ました。すごいですね。こちらは小津天皇本殿になります。とても立派です。こちら木で彫られた神様なんですかね。小津天皇様でしょうか。竹の鳥居です。はい、お祭りの前に第一日曜日、はい、初めて来たんですけど、とてもいい場所だなと思ってゆっくり見てます。まだねこの秋がね、まだ違いますから今全部緑だけど。そうですね、今竹が秋の時期ですもんね。はい、はい、ありがとうございます。運びさせてもらいます。お気をつけて本当。あ、そうですね、はい。竹林の中はいますね。こんなところにゾウさんがいますね。こんにちは。こん
ちら平和の鐘になります。癒されますね。こちらには竹寺の竹眼鏡がありますね。先ほどお寺の方も言ってましたが、この茅の輪が新しいそうですね。すごい立派です。それでは竹寺を満喫できたので次に向かいたいと思います。まずは古道のバス停の方に向かっていきたいと思います。それではこちらを左折しまして、この三田山林道に向かいます。三田山こちらは八幡坂峠です。目の前に鳥居観音がバッチリ見えてます。今は山の上の方に霧がかかってるんでしょうか。あちらに見えてるのは武甲山でしょうか。気持ちいいですね。のんびりできて楽しいです。このようにずっと高圧線の下を通るという感じの道ですね。美味しそうな。はい、そうです。こちらは滝の入山です。先に進んでいきましょう。分岐のところに来ました。こちらまっすぐに行くと奥武蔵のロングトレイル、すごいですねこの坂ね。私は三田山峠の方に行くので右に折れます。ふーっと下ってきまして、アスファルトが見えてきました。三田山峠ですかね。降りてきました。ここが三田山峠ですかね。え、ここから通行止めになってるようで、天神峠分岐のところまで行きたかったんですけれど、断念して先ほどの三田山峠まで戻って大回りして帰っていきたいと思います。ものすごく雨も降ってきちゃいました。これからこちらの山に登ります。なんと読むのでしょうか。ここは行く予定ではなかったんですけれども、まだ山頂には到着してませんが、このアプローチはとても気持ちいい感じです。今雨は降ってるようなんですけれども、木々に囲まれているのでさほどここは影響がないです。結構登りがそこそこ急です。こちらから歩いてきたんですけど、GPS の点があまり引かれてない道を通ってしまったみたいで、とても危険箇所が満載でした。ちょっと怖かったです。到着しました。今ちょっと雷鳴ってたんで怖いです。今日はこの山に登ってあと下山なんですが、結構それも遠回りをしているので、今日は残念ですが 大仁田山は断念したいと思います。霧も濃くなってきたので怖いです。立派なキノコです。また登ってます。しょ、天狗500って書いてありますね。天狗山だったんですね、はい、天狗、これは
天狗どういうことですかね。こちらは殴り尾根だそうです。やっと土俵がありました。手作りので嬉しいです。こういうのがあると安心しますよね。ありがたいです。赤沢の方に向かいます。すごい倒木ですね。自然現象ですね。すごいですね。こちら最後の分岐のところにやってきました。510メートルだそうです。ここから歩いて1時間ちょっとで下山できる予定です。頑張ります。 GPS を確認したら全然違う方面に行ってしまってたみたいで、さっき降りた道を上り返してます。辛いです。でもGPS は偉大ですね。倒木とかがあってちょっと道が分かりづらくなってたみたいですね。位置的にはちゃんとあるんだけど、ちょっとそれで間違った方向に行っちゃったみたいです。また軌道修正して頑張ります。上りに突入です。今日は通行止めがあったことでなんかトレーニングになってます。楽しくやっていきましょう。頑張ります。今こちら通ってきたんですけど、蜘蛛の巣だらけでなんか最後の方は慣れましたけど怖い。また上りなんですけど、今日は何かやり遂げなきゃいけない試練があるような気がします。へこたれずに頑張らないと一人だし、誰も登山者もいないのでちょっと寂しい。そこから降りてきました。とっても険しかったですけど、まあ、もう林道に降りてこられたのでよかったです。今日はハプニングもありましたが、竹寺は初めて行ったんですけれども、とても立派なお寺で、またお寺の方が言うように秋の紅葉の時期に行ってみたいなと思います。精進料理も食べてみたいですね。その後の通行止めのところではルートを考えるのに結構時間かかってしまって、どの道がいいのかっていうのをまあ考えて、まあこのルートにしたんですけど、でも歩いてみたらとっても楽しい山歩きでした。大仁田山は断念しましたが、楽しく登山することができました。また行きたいと思います。まず時間がかかったのは、途中で通行止めの標識が出てきちゃったんだよ。次行くときは紅葉の時期いいと思いますね。精進料理も食べたいなと思います。滑った